通の二大政党の国で同じことやったら大変なことになりますよ。やっぱり民主党が仮に勝ちに行くんだったら、僕はアホな方の泉と呼んでるんですよ。民主党に逆転の目があるとしたら、そういう方法しかないんじゃないかなと。はい、和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。自民党が総裁選をやってる間に立憲民主党は代表選挙をやってますよね。一応日本って二大政党制というのが建前で、それを実現するためにいわゆる小選挙区制というものになったわけですね。で、現実に小選挙区っていうのはドミノ倒しみたいなことが起こるから、立憲民主党の前身である民主党が一回政権を取ったこともあるわけです。だからそういう意味ではね、二大政党という建前の通りになってるんですが、今回私マスコミの扱いを見てて、まあ大体自民党の総裁選を10報道するとしたら、立憲民主党の代表選は1でおまけみたいな扱い、これね、普通の二大政党の国で同じことやったら大変なことになりますよ。例えばアメリカで共和党と民主党で、共和党は1しか扱わないのに民主党だけ10扱うとかさ、イギリスの労働党と保守党で、保守党は10扱うのに労働党は1しか扱わないとかさ、そんなことしたらもうマスコミが変更だって言ってボロクソに叩かれてるはずですよ。でね、小選挙区だから、例えば、まあ、イギリスなんかがいい例なんだけど、保守党対労働党が3対1ぐらいになった時だってあるんだけど、その時だって平等に扱うわけですよ。でも日本っていう国はもうみんな自民党に嫌われたらテレビに出てもらえないとか、何意地悪されるか分かんないとかって言って、民放も NHK も圧倒的に自民党ばっかり報じるわけですよね。だからこんな国で二大政党なんてありえないし、小選挙区なんてありえないというふうにとても感じさせるわけですよ。で、代表選に野田元首相が出たとか、枝野さんが出たとか、泉さん今の代表が出るとか、私ね、もう一つ思うのは、もうどうせ今の顔だと多分旧民主党時代のままなわけで、これでは国民の人気は得られないと思うんですね。だからやっぱり民主党が仮に勝ちに行くんだったら、首長として成功したことのある人、例えば泉房穂さんみたいに明石市の人口を増やし、子どもたちの出生率も増やし、つまり成功体験があるわけですよ。岸田さんがいくら少子化対策とかって言ったって全然実績上がってないわけだから、やっぱり本当に実績上げた人をぶつけてきて、いや自治体で成功体験ありますよと、お前ら自民党の中で石破であろうが小泉であろうが成功体験あるやつ一人でもいいのかっていうような立て方だって、アメリカなんかだと州知事が大統領候補になるなんてことはしょっちゅうですから、そういう意味では日本だって今国会議員じゃないかもしれないけど、いきなりそういう成功体験のある首長経験のある人みたいな人を持ってくればいいんですよ。だから泉房穂さんなんか見ててもさ、ちょっと柄は悪いけどさ、喋りも説得力があるし分かりやすいしさ、だから今の頼りない泉、僕はアホな方の泉と呼んでるんですよ、よりはやっぱり賢い方の泉、だからアホな方の泉を代表にするより賢い方の泉を持ってくる。これアホな方賢い方ってなんでこういう言葉を使うかというとですね、私自慢じゃないけど子供の頃賢かったんですよ。で、弟は子供の頃できなかったのね、勉強が。で、うちの父親がですね、私の弟を連れて街を歩いてたら、会社の同僚に、あ、この子が和田さんとこの賢いお子さんですかとかって言ったら、うちの父親なんと言ったと思います。いやね、こいつはね、アホな方の子だね。それで弟は未だに傷ついて覚えています。まあそれひどいでしょ。でも政治家にはね、同じ名字でアホな方と賢い方がいたりするんですよ。アホな方の泉にやらせるぐらいだったら、賢い方の泉さんに頭を下げて民主党の代表として出てくださいねと、その代わり柄の悪い口の聞き方とパワハラ的な発言やめてくださいねというぐらいのことを言うのが、やっぱり民主党に逆転の目があるとしたら、そういう方法しかないんじゃないかなと。元首相だとしても実績あまりにないですからね。まあ一つ言えるとしたら、俺が首相の頃は1ドル80円今160円、日本の価値下がってまんなとかって言えればいいですよ。言えないでしょうね多分。だからやっぱり昔の顔だとダメなんですよ。ということで、私は賢い方の泉待望論です。
ということで民主党も無視しないでちゃんとマスコミがもうちょっと民主党の代表選で報じてもらうためにも賢い方の泉が出たらもうちょい出るんじゃないかなという期待も込めて民主党の代表選新しい顔になってほしいなと思います。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。